ベルギーを代表するスーパースターで世界トップクラスのドリブラーでもあるエデン・アザール。皆さんはそんなアザールの人生を知っていますか？子供時代は自宅で物を壊しまくったり、大人になってもまともに練習しなかったりと問題児な一面が多くあるんです。まずはアザールがどのようなプレーをする選手なのか見ていきましょう。世界屈指のドリブラーとして知られているアザール。そんなアザールはスピード、テクニックともに世界トップレベルですが、特に秀でているのがスピードの緩急。ディフェンダーとの駆け引きの中で素早く状況を判断し、スピードを緩めたり突然ギアを上げて相手を抜き去るという剥がすドリブルを得意としています。また体の使い方も非常にうまく、相手に寄せられても簡単にボールを失わないため、ドリブラーにありがちな無駄なボールを持ちすぎといった問題点も少ない選手です。さらにパスの精度も一級品で、プレミアリーグで3度の2桁アシストを記録するなど、ゴール前でのアイデアも豊富。もちろんフィニッシャーとしての能力も高いため、まさにワールドクラスのフォワードと言えるでしょう。ではそんな彼は今までどのような人生を歩んできたのか、徹底的に見ていきましょう。幼少期、ベルギーのラ・ルビエールで生まれ育ったエデン・アザール。アザールの父親ティエリと母親のカリーヌは共にベルギーのクラブに所属していた元プロサッカー選手。さらに弟のトルガン、キリアン、エタンも後にサッカー選手になっているという超サッカー一家です。そんなアザールが本格的にサッカーにのめり込んでいったのは4歳の時のこと。アザールの実家から3メートルほどの距離に練習場があったため、幼い頃から自然にサッカーボールを蹴り遊んでいたそうです。さらに祖父が指導者を務めているロイヤルスタッドブレーヌという小さなクラブに所属し始めてからはよりサッカーの虜に。クラブに所属してからのアザールはものすごいスピードで成長していき、その姿を見た祖父は将来プロになれるかもしれないと感じていたそうです。さらにこの頃のアザールのサッカーへの熱中具合は、ボールは友達が心情の大空翼も引くほどで、片時もサッカーボールを離さず、家でもサッカーを始めるためよく家具や家のものを壊していたとのこと。その後地元クラブで自信をつけたアザールはベルギーの名門アンデルレヒトのセレクションを受けると、ここでもズバ抜けた才能を発揮し、同世代の実力者たちを圧倒して合格。しかしまだ幼かったこともあって、アンデルレヒトへの入団は実現せず、最終的に12歳の時に AFC テュビスに移籍しました。リール時代、その後アザールは2005年に14歳でフランスに本拠地を構えるリールの下部組織へと移籍。リールでプレーするようになってからは、もともとあったサッカーセンスに磨きがかかり、天才、神童といった評価を受けるようになります。15歳になるとトップチームの練習にも参加。そしてついに2007年11月25日のリーグアン AS ナンシー戦で16歳にしてデビューを飾り、プロキャリアをスタートさせました。さらに2008-09シーズンに新たにリールの監督に就任したリュディ・ガルシアから才能評価されると信頼をつかみ取り、一気にレギュラーへと定着。ガルシア監督は当時のアザールに関して、まず目についたのが対人能力の高さとドリブルへの意思で、特に1対1の能力は傑出していた、練習では彼がベテランたちをボコボコにしていたよとのコメントを残しています。レギュラーに定着すると2008年9月20日に行われたオセール戦でプロ初ゴールを記録。さらにリーグアン若手最優秀選手賞も受賞し、世界中にアザールの名が知れ渡りました。2009-10シーズンも安定したパフォーマンスを披露し、史上初となる2年連続でのリーグアン若手最優秀選手賞を受賞。これにはジネディーヌ・ジダンからも、アザールは未来のクラック、目をつむってでもマドリーに連れて行きたいねとの声が寄せられました。このような活躍から2011-12シーズンは移籍期間中に各国のビッグクラブから狙われていましたが、結局リールに残留。そしてこのシーズンから10番を背負ったアザールは得点力が飛躍的にアップし、38試合に出場し20得点18アシストという素晴らしい成績を残します。これによって2年連続でリーグアン年間最優秀選手賞を受賞し、またヨーロッパでプレーする最優秀若手選手に贈られるブラボー賞も受賞しました。ちなみにアザールは最終節のナンシー戦で前半だけでハットトリックを決めたのですが、試合前日には一晩中飲み続けていたようで、酔っ払った状態で試合に出場していたようです。チェルシー時代、2012年6月4日、子供時代に大好きだったクラブアーセナルではなくチェルシーへの移籍が決定。アザールがチェルシーへと移籍した背景には、リール時代の同僚ジョー・コールの存在があったようで、アザールは
彼はチェルシーが僕にとって最高のクラブだと毎日言ってくれたんだ。それにチェルシーはビッグクラブで毎シーズントロフィーを獲得できるクラブだとね。だからこのクラブと契約したんだと語っています。そして2012-13シーズンが開幕すると、開幕戦から早速チームの攻撃の中心に、さらに開幕から3試合連続でマンオブザマッチに選出されるなど、鮮烈なプレミアリーグデビューを飾り、すぐにチームのエースとなっていきました。2013-14 シーズンからジョゼ・モーリーニョが新監督に就任すると、引き続き攻撃の切り札として重要されます。最終的にチームは無冠に終わりましたが、個人としては35試合に出場して14得点を記録しました。2014-15 シーズンはフアン・マタが移籍したことにより背番号10に変更。エースナンバーをつけてからもアザールの勢いは止まらず、堅守速攻をベースにするチームを牽引します。最終的にリーグで38試合14得点を記録し、チェルシー5年ぶりのプレミアリーグ優勝に大きく貢献。さらにバークレイスプレミアリーグ年間最優秀選手賞、 TFA 年間最優秀選手賞など個人タイトルも総なめにしました。またこのシーズンのアザールについて、元同僚のフィリペ・ルイスは、彼はあまりトレーニングをしなかった、試合の5分前までドレッシングルームでマリオカートをしていたこともあったね、だけど誰も彼からボールを奪えなかったんだとコメント。アザールの凄さがよくわかるエピソードですね。しかし2015-16シーズンは開幕から絶不調で31試合で4得点に終わると、チームもまさかの2桁順位で終了。戦犯としてサポーターから大きな批判を受けました。2016-17 シーズンはアントニオ・コンテが新たにチェルシーの監督に就任。アザールはコンテ監督から左のシャドウの位置を任されると、昨シーズンの不調が嘘のような圧巻の活躍を見せます。最終的に得点数はプレミアリーグでの自己最高の16得点を記録。さらに自身2度目となるプレミアリーグ優勝も経験しました。2017-18 シーズンになると、昨シーズンとは対照的にコンテ監督との関係が悪化。2018年3月4日に行われたマンチェスターシティ戦に敗れた後は、コンテ監督の戦術を公に批判するなど、両者の確執が表面化します。最終的にアザールは34試合で12得点と奮闘しましたが、チームはチャンピオンズリーグ出場権を逃し、不本意なシーズンとなってしまいました。2018-19 シーズンは開幕前にレアル・マドリードへの移籍が噂されましたが、チェルシーに残留。マウリツィオ・サッリ新監督のもと、偽9番や左ウィングなどのポジションをこなし、16ゴール12アシストと加入以来最高といえる数字を残しました。レアル・マドリード時代、2019年6月7日、アザールの憧れのクラブであったレアル・マドリードへの移籍が決定。入団発表セレモニーでアザールは、僕はこの瞬間をずっと夢見ていた。サッカーを始めた頃からね。フランスとイングランドに行ったけれど、マドリーにたどり着くこと、そしてユニフォームを着ることは何よりも本当に誇り高い、と喜びを爆発させました。さらに背番号はラウール・ゴンザレスやクリスティアーノ・ロナウドがつけていた7となり、ファンからの期待も高まります。しかしそんな期待とは裏腹に、アザールは2019-20 シーズン開幕前の練習で太ももを負傷すると、復帰後も不安定なプレーを連発。さらに2019年11月26日に行われたパリ・サンジェルマン戦で、トーマス・ムニエからタックルを受けると足首を骨折してしまいます。2ヶ月ほど離脱した後に復帰しましたが、2020年2月22日のレバンテ戦で、今度は右腓骨の亀裂骨折を負い、またしても長期離脱に。最終的にチームはリーガ優勝を成し遂げましたが、アザールは復帰後はベンチに座ることが多く、シーズン後に疑いなくキャリアで最悪のシーズンと振り返りました。2020-21 シーズンは開幕前のチーム合宿でぽっこり出た残念なお腹を披露し、ファンから批判が殺到。さらにまたもや怪我で離脱し、2シーズン目もスタートからつまずいてしまいます。2020年10月31日に行われた第8節ウエスカ戦でようやくシーズン初ゴールを決め、復活の兆しが見えたと思われましたが、11月7日に新型コロナウイルスに感染。さらにコロナから復帰後、11月29日に行われたアラベス戦でまたも負傷してしまいます。その後も復帰したかと思えば、すぐに負傷離脱を繰り返し、気がつけばシーズンを通してプレーできない期間の方が長くなっていました。また2021年5月5日のチャンピオンズリーグ準決勝、チェルシーとのセカンドリーグでは、敗戦が決まった試合後に古巣のチェルシーの選手と笑顔で談笑している姿が映され、ファンから非難の的に。このアザールの不調を見て、チェルシー時代にチームメイトだったジョン・オビ・ミケルは、僕は前々から言っていたけど、アザールは本当に天才だよ。間違いなくリオネル・メッシとクリスチアーノ・ロナウドに続く選手だった。
だけど彼は練習をあまりしないんだよね。彼は僕がこれまで共にプレーしてきた男の中でも最も練習の態度が最悪でクソな選手だ、とのコメントを残しています。真面目に練習しておけばよかったとアザールも後悔したことでしょう。さらに 2021-22 シーズンはカルロ・アンチェロッティが新監督に就任しましたが、怪我の多さや若いビニシウスの台頭もあって控えに回ることが多くなります。2022年3月には右足腓骨のプレートを除去する手術を行い、またも戦線を離脱。最終的にリーグ戦でのゴール数はまさかの0得点となり、過去最悪のシーズンとなりました。いかがでしたでしょうか。アザールの栄光と転落の波乱の人生がよくわかりましたね。レアルマドリード移籍後はなかなかパフォーマンスが安定しないアザールですが、本来の実力の高さはサッカーファン全員が知っています。度重なる怪我を乗り越え、再び異次元のプレーを見せてくれることを期待しましょう。他にも皆さんが知っているアザールについてのエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。